皆さんこんにちは。東京音楽大学大学院1年生の伊崎ゆりやです。私がこのコンサートに参加しようと思ったきっかけは、今から7年前、長崎に高校2年生で修学旅行へ行った時のことでした。当時語り部の方にお会いしてお話を伺っていたんですが、どうもなんかなぜか本当に涙が止まらなくなってしまったんですね。で、その方がとても優しく私の手を握ってこうおっしゃってくださいました。あとはあなたに任せたよ、託したからね、とそういうふうにおっしゃってくださって、その言葉がいつまでもずっと心の中に残っていて、何か平和についてアクションを起こせないかと模索している時にこの被爆ピアノに出会いました。今回は私たちの音楽を使って平和について考えるという時間をいただいています。どうかほんのひととき、画面越しではありますが、皆さんと共に平和について考え、また平和をどうかアクションしていけるように一人一人のことを考えて音楽を奏でたいと思います。8月13日画面越しにお会いできるのを楽しみにしています。よろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。